5回敦賀気比に1点を先制された福井商業はその裏ツーアウトフルベースで5番横山がフォアボールを選び押し出し1対1の同点とします。しかし敦賀気比は8回ツーアウトフルベースのチャンス、7番立花がライト線へ2点タイムリーツーベースを放ち3対1勝ち越します。さらに9回にも2点を加えた敦賀気比が福井商業を下し甲子園初出場です。